の彼たちの現在はどうなっているのか？ボルトの世界。それはナルトに登場したキャラクターの、いわば未来の世界です。ナルトたちは、ナルトの時代から各々が夢や目標を持ち、それを叶えようと日々成長していきました。そして、夢を叶えた忍びもいればそうでない忍びもいます。また、中にはこのキャラがボルトではこんなキャラなの？と感じた読者も中にはいるかと思います。今回はナルトの主要キャラがボルトではどうなっているかを説明していきます。チャンネル登録がお済みでない方は、ポチッと登録をお願いいたします。それでは早速紹介していきます。渦巻きナルト。ナルトは幼い頃から抱いていた火影になるという夢を実現しました。今では7代目火影として、里の人々から慕われています。龍が日向と結ばれ、ボルトとひまわりという子供を持つ父親になりました。現在は多忙の身となっており、常にデスクワークに追われているようです。テレビ局のインタビューやひまわりの誕生日会は仕事から手が離せず、影分身で対応するほどです。少年時代と比べて実力的に精神的にも成長しましたが、同時に責任感も育まれ、里の皆を大切にしている様子です。内葉サスケ。サスケは幼少期の環境から尖った性格をしていました。実際、ナルトと和解したのは、ナルトとの最終決戦後であり、ナルトでも最後の方です。そんなサスケですが、幼い頃から自身に思いを寄せていた春の桜と結婚しました。また、サラダという娘がいます。ボルトにて、一度桜が敵の時空間忍術にて、敵やジトに連れてかれてしまう場面がありました。心配する娘のサラダに対し、俺の妻はそんなやわな女じゃないと宣言しています。それほど、桜のことを信頼していることや妻とはっきり口に出しているため、少年時代のサスケとは別人のようです。重要な任務のため、なかなか里には帰っていませんが、常に家族を大切に思っているようです。春の桜。桜はサスケと結婚をし、子にサラダを持つ母親となりました。任務であまり里に帰ってこないサスケのことを、サスケ同様に大切に思っている様子です。幼少期から桜はサスケに好意を抱いていたため、ある意味自身の夢を叶えて、幸福を手に入れました。医療忍術はもちろん、戦闘能力も高い様子です。というのも、ナルトとサスケの隙をつき、両者を追い詰めたうちは真に対し、奇襲で攻撃を仕掛け重傷を負わせています。さらに、その後は敵やジトに時空間にて飛ばされますが、そこにて単独で抗戦をしていました。ナルトの時代から絶え間ない修行にて、自身の願いを叶えた忍びでもあります。畑かかし。かかしは6代目火影として、就任した経歴があり、現在は火影の座をナルトに譲っています。もともとナルトの時代では、優秀な能力や経歴を持ち、5代目火影が混沌した際は、火影の代理としてカカシの名が出ました。そんなカカシですが、同期に比べて、ボルトではあまり外見的に老けていない様子。実力も健在で、ボルトたちとの鈴取り合戦では高い能力を見せていました。また、カカシ自身とは全く関係がない話ですが、カカシを尊敬し、外見をそっくりな格好をするホウキが登場しています。火影になった経緯もあり、忍びとして尊敬されている様子です。奈良鹿丸。少年時代の鹿丸はめんどくせえが口癖で、物事に対してあまり気の乗らない性格でした。しかし、すべきことに関してはやり遂げる強い責任感を内に秘めています。そんな鹿丸ですが、第4次忍界大戦の最中、火影になったナルトを支える目標を持ちます。実際、ボルトではナルトの側近として、多忙の身となるナルトを支えていました。また、妻には少年時代から縁のある手まりがいます。女ってめんどくせえと思っていた鹿丸も、無事結婚した様子です。また、鹿大という息子を持つ父親となっています。秋道長次。長次はボルトにて、結婚しています。相手は雲隠れの軽いです。原作では特に両者のやりとりが書かれているシーンがなかったため、この二人の結婚に驚いた読者も多かったことでしょう。また、蝶々という娘がいます。少年時代は受け身でやや頼りない印象でしたが、成長し外見も大柄な様子で、よりたくましい印象になりました。また、カロリーコントロールで自身の体型を細くすることもできるようです。山中イノ。ナルトでは、イノはサクラと同様に、サスケに好意を持っていました。しかし、第2部でサイと出会ってから、サイに対しても気になる様子が描かれていました。途中、サスケが暁へ加担してことで、ナルトの動機はサスケの抹殺を決意しますが、その影響でイノは涙を流していました。この頃はまだサスケへの思いが強かったのだと、思われます。ボルトではサスケではなく、サイと結ばれています。外見はまさに美人と呼ぶにふさわしいスタイルや雰囲気を醸し出しています。子供にはイノジンがいます。現在は花屋として働いています。犬塚騎馬。騎馬はナルトと同様に、幼い頃から火影になることを夢見る少年でした。しかし、ボルトではナルトが火影を継承しており、ナルトに先を越されてしまった様子です。ナルトの最後にて、一般女性に対して火影は譲ったと話していました。しかし、長年過ごした赤丸には鼻で笑われている様子でした。また、騎馬の相棒である赤丸はだいぶ年を取った様子でした。見た目はとてもワイルドな外見になりました。油目シノ。シノは少年時代からサングラスやらフードやらで、なかなか素顔を明かさない外見でした。また、冷静にかつ理屈的に発言することで、さらに物静かな印象がありました。そんなシノですが、ボルトではアカデミーの教師をやっています。アカデミーの生徒たちからも、授業内容には定評があるようです。大人となった現在でも、バイザーのようなものを装着しており、目を確認することができません。ちなみに、結婚しておらず、一人暮らしのようです。龍がひなた。ひなたは幼少期の頃からナルトに好意を抱いていました。内気で照れ屋な性格、常に他人を気遣うような性格をしていました。そんなひなたですが、憧れの人であるナルトと結婚しました。ボルトとひまわりという二人の子を持つ母親となりました。また、ナルトがボルトへの関わり方で悩んでいると、しっかりと諭すなど、立派な母親らしい振る舞いを見せています。他にもボルトへ怒った際は白眼を開眼し、迫っていました。幼少期と比べて、精神面がかなり成長しています。ロックリー。ロックリーは幼少期の頃から修行を積み重ね、体術を磨きに磨いた努力家であります。それは師匠のマイトガイから努力の天才と言わしめるほど、努力を積み重ねて生きてきました。そんなロックリーでしたが、少年時代から春の桜へ好意を抱いていました。ボルトでは意中の桜はサスケと結ばれていることから、この恋が実ることはありませんでした。しかし、大人になったリーには、メタルリーという息子がいます。メタルリーも父親そっくりで、修行に明け暮れる努力家といった印象です。ロックリーには息子の存在は明らかになっていますが、妻の存在は明らかになっていません。ボルトでは、住人選抜試験の試験官を務める場面がありました。てんてん。てんてんはナルトの時代から、忍具を扱った戦法を得意としています。そのため、忍具に関してはかなり精通したキャラクターの一人です。そんなてんてんですが、ボルトにて忍具の販売店に勤めていました。この時代では五大国同士が友好関係であるためか、第四次忍界大戦以前に比べて平和のようです。そのため、売れないなと、ぼやく場面が書かれています。ちなみに結婚はしていないようで、独身とのことです。マイトガイ。マイトガイは体術のレベルが極めて高く、ロックリーやテンテンは彼の教え子です。ガイはナルト時代の第4次忍界大戦の影響で、車椅子生活を余儀なくされています。というのも八門遁甲の陣を発動し、その代償で死にゆくありさまでしたが、ナルトによって九死に一生を得ています。そのことから、右足の一部が壊死してしまいました。そんなガイですが、ボルトにおいても修行は継続しているようです。実際、ボルトたちと手合わせした際は、圧倒的実力を披露していました。夕日紅。夕日紅は騎馬、シノ、ヒナタが所属していた班を担当の忍びであり、サルトビアスマとは交際関係にありました。しかし、アスマはナルトの時代にて、暁討伐の任務の最中、殉職してしまいます。ですが、アスマが殉職する前に、二人の間で子を授かっている様子でした。ナルトの第2部では戦闘描写はなく、妊娠している様子が書かれています。そんな紅ですが、ボルトにて娘の未来がすでに生まれており、未来はナルトの最終回にて中忍でした。また、聖も夕日からサルトビに変わっており、アスマへの思いが汲み取れます。サイはナルトにて初登場した際は、相手の気持ちが理解できず、相手を不快にさせる発言をしていました。というのも幼少期の頃から受けていた訓練により、そういった様子へ育っていきました。しかし、ナルトたちと触れ合い共に時間を過ごす中で、感情を取り戻しました。ナルトたちの動機を中心に、友達を作りたいという思いから、本を読んで人付き合いについて、少しずつ学んでいるようです。サイはボルトにて、山中イノと結婚をしました。また、山中家へ婿入りすることで、山中サイと名乗っています。息子にはイノ人がおり、家庭では妻であるイノの方が地位が高いようです。ヤマト、ナルトにて、サイとほぼ同時に登場しており、カカシの代理として、隊長を務めることになりました。数少ない木遁忍術の使い手であることから、サトにとっては重宝されていた様子でした。ボルトにて、ヤマトはオロチマルの動向を監視している様子です。これについてはオロチマルも理解している部分があるため、自身の存在を知られてはいけないといった監視ではないです。また、ナルトはヤマトに対して隊長予備健在のようで、ヤマトから見ればやめてくれと発言していました。外見は少し老けたような印象があります。ガーラはその身に美獣を宿す人中力の一人であり、それが原因で里の人たちより忌み嫌われる存在でした。しかし、少年時代にナルトと交戦したことで、己の価値観に変化が生じていきました。第2部ではナルトの動機のほとんどが中忍になる中、ガーラは風影の座につくという、大出世を得ています。ボルトでは、第2部の影たちが代替わりしている様子ですが、ガーラのみその座にあり続けています。そのため、ボルト時の5影の中で、一番里親の経験が長いのです。カンクロウはガーラの兄であり、ナルトの第2部においてはすでに上忍の座についていました。ボルトでの上忍のようです。砂隠れの幹部として、そして兄として、風影であるガーラのことを支えているようです。また、第2部の頃はガーラが他里島へ赴く際、必ず護衛として同行していました。その姿勢はボルト時でも変わっていません。また、結婚しているかどうかは明らかになっていません。テマリはガーラやカンクロウの姉です。意外にも第2部の頃は他の2人と比べて、若干登場回数が多い様子でした。ボルトではナルト時に何かと縁があった、なら鹿丸と結婚しています。また、鹿大という息子もいます。もともと姉御肌だった気質があるためか、母親気質も強いようです。現在は、この葉隠れにて家族で暮らしています。綱出はナルトが少年時代の頃から5代目火影として、活躍していました。春の桜は綱出の弟子であり、立派な医療忍者へと育てていました。ボルトではすでにその座から降りていますが、緊迫した場面においては、ナルトたちへ助言をしています。また、ナルトの最終回では容姿も少し若返っており、より幼い顔立ちとなりました。現役であるガーラを除いた第4次忍界大戦時の5影たちとは旧5影会談を開き、その友好関係は続いているようです。オロチマル、ナルトの少年時代では、主に悪役として登場していました。圧倒的存在感を放ち、少年編ではこの葉隠れとの対立が多く書かれていました。第2部の第4次忍界大戦の頃から自身の考え方が変わっていき、ナルトたちの味方となり活躍しています。しかし、今までオロチマルが行った罪はとても多く、そして重いことも事実です。ボルトではヤマトに監視をされるという条件に承諾し、投獄は避けられて、自身のアジトにて研究に没頭しています。厳密に言えば、ヤマトの監視はこの葉の任務であり、常にこの葉に監視されている状況下にあります。ナルトやサスケから内派神について、尋ねられた際、きちんと対応し、助力になっています。さらに、綱出と同様に、少し若返っている様子です。また、伝説の3人と謳われる実力は、未だ健在なようです。さらにボルトのチームメイトであるミツキの保護者となっています。いかがだったでしょうか。ナルトに登場した主要キャラクターの中で、ボルトでは予想外なキャラになっている人物もいたのではないでしょうか。夢を叶えたナルトもそうですが、オロチマルの変わりようも、第一部を当時読んでいた読者は予想できなかったのでは。いずれにせよ、皆立派な大人に成長をしました。それでは今回の動画はここまでです。この動画が面白いと感じた人やナルトが好きな人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画にて、お会いしましょう。